大統領選挙、あらゆる使う交通でもバイデンは勝ちに行きたいと思っているんでしょうね。もう全然あのウクライナについて成果が出ないので、まあ、お金を米国議会も出さない、欧州も出さないならば、日本に肩代わりをさせて、一つ胸に勲章を一個つけた状態で大統領選挙に行きたい。問題になるのはですね、こういったことが全然日本国民に知らされぬままに進んでいるということでありますけど、今回は、ね、6500億円ですよ。そうですよ、まあ、今日は細かく言いませんけども、ようやくあの来年度の予算の全貌が出てきましたけども、まあ、いわゆる社会保障の自然増っていうのはどこまで認められたかったら4500億ですよ。少子高齢化でね、支える側と支えられる側のバランスがちょっとあんまりよろしくない。だからどうしても4500億、まあ、小泉政権の時には5000億円まで跳ねられて大変だったんですけど、社会保障費4500億円しか、ね、認めないでね、自然増を。ウクライナに6500億円ですよ。それも国民の了解も取らずに、話もせず、これはね、徹底的にもう文化人放送局のそれぞれの番組でね、取り上げていきますので、小野寺さんも3時からまたぜひね、取り上げていただきたいと思います。分かりました。最後にまだ気をつけてありませんか。まあ特には本件では大丈夫です。はい、ありがとうございます。それではちょっと違う畑の違う話題に入りましょうか。12番、はい、海老沢由紀、日本維新の会、衆議院東京29区支部長、なんか同行派違反をされたんですか。これ13番、小野寺さんがツイートしてらっしゃるんで、ちょっと簡単なコメント。12番、13番、なんでピントが13番です。小野寺さん、お願いします。どうしたなんかですね、まあ、はい、火に油を注ぐとはなく、もう油に火を注ぐぐらいで、ね、全然ない油に火を注ぐことで、これね、社会になっていないようなバカ文章としても謝罪したっていう本人は思ってるんだろうなと思うんですけど、これ恵比寿さんとね、これ見ていただくと分かるんですけど、ピントが合わん。中にですね、まあ、いろいろバーッと書いてあるんですけど、皆さん、これってね、なんか道路交通法違反で切られたわけじゃない。切られたかどうかわかんないけど、注意を受けたって奥の人たちが交差点の危ないところで街頭演説を長々とやってたからって、そうです、これは、はい、ヒントが合わない、道路交通法違反ですよねみたいなことで、いろいろ批判が出た中で、この人が言ってるのは、なんでピントが合わない。でも、ですけどね、一番最初に言ったのが、日本維新の会だって実はここでもっと長い時間やってたんですよみたいな。なのでそのまあね、いただきます。日本保守党が、日本保守党が、あらかの小坂議員がやってたってことを言ってるんですよね、伊沢さんね。そうです、あんたもやったんだから私もいいんだよって、そういうヘリクスだよね。そうですよね。だからまあね、まあ、他の人からやってたから自分がやってもいいみたいな、そういう仕組みにはなっていないので、早かったというか、お坂さんがやってたから私もやった、しかも、もう間違えた文章を決してもう一度ちゃんとした文章に、どうしたらいいんだろう。すぐピントがずれるんやけど。なんでこんなボケボケなの。
動くものにピントが合ってるのかな。一応まだ保留状態なんですね。2024年1月4日までに連邦最高裁が取り扱うということを決めた場合はこの判決は保留とすると。ただし連邦最高裁が何もアクションを起こさないようだったらこのまま署名をして効果は発揮されてコロラド州の州務長官は予備選挙の投票用紙からトランプの名前を外さなければならないというような感じになっているので一応現時点で保留という感じですね。はい、であとは、一番ここ重要かもしれませんが、これ全米に対する命令ではないんですね。あくまでもコロラド州の予備選挙限定の判決でして、なのでコロラド限定、さらにまだ予備選挙限定なんですね。で当然、予備選挙のこういう判決勝ち取れたら、連中たちは本選挙も外してくれよって絶対聞きに行くんですよね。で仮にね、コロラドでトランプ大統領の名前が抜けたとしても、戦略的にはなんか正直です。どうでもいいかなって思うところはあります。はい、というのは、コロラドはもう基本的にはブルーステートですから、過去4回の大統領選挙も全部民主党を取ってますし、この前の2020年も 10% ポイント差ぐらいつけてトランプ大統領負けてるので、正直あんまり期待できないんですよね。なので、むしろもう出れませんってなった方が、その大統領選挙資金使わなくて済むじゃないですか。なので、それをコロラド州の連邦議会議員選挙に回したい。あと他の州に回したりもできるようになるので、むしろプラスじゃねって思ったりもするんですけどね。はい、ただ嫌なのが、後ほど紹介しますが、他の州に派生していくことなんですよね。はい、で、とりあえず一回ここで話を進めていくとしまして、この判決出した7人の判事なんですが、最高裁は州知事が指名するシステムにコロナ禍はなっています。で、7人全員民主党の州知事が指名した判事だったんですね。なんで全員リベラル系なわけなんですが、それでも 4-3 で割れてるんですよね。例えば裁判長でさえも今回に関しては過去何十年間判事やってきた経験の中でこんな命令出すと思わなかったみたいな感じでかなり強く否定する反対意見出したりとかしていまして、はい、そのリベラル系判事の中でも割れてたっていう感じですね。で、今回のこの判決出す時のその根拠にされているのが修正憲法第14条第3節これを適用するという話だったんですが具体的に条文どうなってるかといったらアメリカ合衆国議会議員、国の機関の役人でちょっと中略しまして、アメリカ合衆国憲法を支持することを以前に誓い、かつそれらに対する反乱に加わったもの、あるいはその敵に対して援助や同調したものはちょっと中略しまして、大統領及び副大統領の選挙人、あるいは国または州の公的軍事的役人ということはできないというふうに規定されています。要は、反乱に関わったらダメっていう話になっているんですが、まず今回の判決では1月6日事件は反乱というふうに出しているんですね。でさらにはそれに関わったという認定になっているんですが、あとはね、さらに判決文の中にあるのが BLM 大暴動あったじゃないですか。であの時にトランプ大統領が暴動を起こしている連中たちも撃ってしまえみたいなことを言ったと。
で、それも一つ、反乱の根拠になってるんだって、こう頭おかしいじゃないかみたいなね、そういう反逆になってるから、飛躍しすぎだろうっていうことなんですが、はい、まあ、何よりも問題なのが、1月6日事件反乱って言ってるんですよ。これって何ていうんですか、あくまでも民主党とその民主党支持者たちが感想で言ってるだけなんですよね。というのは、ジャック・スミスっていう、ね、筋金入りの民主党で徹底してトランプを調べさせて、その時起訴までこぎつけたけれども、結局反乱罪に起訴されてないんですね。で、さらに言うと反乱罪に起訴って誰もされてないんですよ。1100人以上も起訴されていますが、誰も適用されてないんですよ。つまり今回これ あくまでも民主党裁判官の感想でしかないんですよ。で、もし本当にそうなのであれば、それで起訴しようとするんですよ。で、それができないっていうことが、法的根拠がないからできないんですよねっていうことになるので、あくまでも今回これ感想に基づく判決になってしまっているんですね。まあ、本当に宗主国家という言葉を使ったのが宗主国家になっちゃってるんですが、はい、まあ、ひとまずこういう判決に根拠がないので、